第3代第3弾クライシス工業7月23日の、件について、決定カードを発表したいと思います。7月23日日曜日、開始時間1時から、決定カード第1試合20分1本勝負藪下めぐみプロデュースマッチ藪下めぐみ水波組対藤本司飛鳥組です。第2試合30分ロイヤルランブル、カオル VS 下田美馬 VS、松本博代 VS 宮城もち VS、山田万本子 VS ガバイじいちゃん VS ランマル、そして、急遽参戦していただくことになりました吉田麻里子選手。第3試合30分一本勝負、巨漢女子対草食男子、これ井上京子伊藤薫組対、真の鋼長雲紫龍。第4試合30分一本勝負、競技乱舞ストリートファイトマッチ、バッファロー笠井純組対長嶋千佳代和樹組です。そして、メインイベント30分一本勝負、宮根誠司デビュー戦です。ジャガー横田宮根誠司樽組対長代千草越永志郎明組です、という、カードになりました。それでは一言ずつクライシスのメンバーから言葉をいただきます。はい、第4試合を務めさせていただきます和樹です。クライシスに加入して初めてこのクライシス興行に参戦させていただくんですけども、その初めての対戦相手がなんと男子、しかもストリートファイトマッチということで非常に私はとしては嬉しく思っております。なんて言ったって対戦相手の笠井純選手は、デスマッチのカリスマなんで、今ちょっと私デスマッチとかに目覚めてるので、この機会に笠井純選手を倒して女子のデスマッチのカリスマになりたいと思います。リング上では先輩後輩関係ないって言いますけども、男子も女子も関係ないと思うので、はい、笠井純選手倒してデスマッチのカリスマになってやります。今回第一試合をさせていただくんですが、今回クライシスはもともと若手の壁になるということで、私それを始めたジャガーさんにすごく共感を持ちまして、ジャガーさんの後を追っていこうと思いクライシスに入ったんですが、今回若手選手、実際若手選手の中に入って若手選手の強さを自分の肌で感じて、どれだけ なんて言ったらいいんですかね、どれだけこう自分がまだまだいけるかっていうのを確かめつつ、まだまだ若手には負けないぞっていう気持ちで今回このカードを組んでもらいました。で今回本当に若い子たちばっかりなので、若さでと年齢でも負けるけど、体力とずるさとうまさまではまだいかないんですが、それでちょっと若手を混乱させてやろうかなと思っています。よろしくお願いします。本日は、クライシス、興行の第3弾ということで、今回のカードはですね、またタルと相談しながら決めたカードで、1試合というかそのカードに意味合いを持って、組んだつもりでいます。今回メインで、宮根誠司、デビュー戦ということもありますが、なぜ宮根が試合ということ
を皆さんお考えだと思うんですが、元は、タルトの出会いを作ってもらったのも宮根さんで、本当に昔からプロレスファンだということは知っていたんですが、今回、いつもは試合を見てもらってだけだったんですが、去年の私の周年39周年の時に、いや宮根さんを何かで絡ませてやろうと思ってリング上で、宮根さん来年の40周年は、セコンドかプロデュースをするか試合に出るかどれかを選んでくださいとリング上で言ったらですね、宮根さんが直々に試合をするというふうにおっしゃっていただいたので、1年間眠らせて、今回クレイス工業でデビュー戦をするっていうふうになりました。今現在、練習も詰めてまして、もちろん元は素人だったので、怪我もありつつ、すごい根性で、練習を進めております。何か見せてくれるということは間違いないと思います。それを楽しみにしていただきたいなと思います。それと、対戦相手である、長内草腰中志郎明、特にですね、私としては長代と対戦するということがとても楽しみに思っております。それはなぜかというとですね、30年以上対戦していません。その再戦が30年ぶりの対戦ということで、私個人も楽しみにしている次第です。見る側もどんな戦いをするか楽しみにしてくれると思うので、できれば潰してやりたいと思ってますので、ぜひ楽しみにしてください。ありがとうございました。今宮根誠司の方からコメントが届いたので、ちょっとコメントを読み上げてみたいと思います。こんにちは、宮根誠司です。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。子供の頃からプロレス大好き少年だった私が54歳にしてついにプロレスラーとしてリングに上がることができます。これもジャガーさんをはじめいろいろな方々のご尽力だとおかげだと思っております。54歳にしてデビュー戦ということでどこまでできるか分かりませんが、ファンの方に喜んでいただけるよう一生懸命プロレスをやりたいと思います。今練習しておりまして体中が痛いです。プロレスというのはこんなにきついものか難しいものかというのを実感しております。当日はファンの皆さんに少しでも喜んでいただけるファイトをしたいと思っておりますので、ご声援よろしくお願いいたします、というコメントが今本当たった今届きました。ということで、この7月23日クライシス第3弾興行を、こういうカードでやっていきますので、皆さんよろしくお願いします。田部さんの方は宮根さんのデビューについてはどうお考えですか？私個人としてはね、全日本プロレスの時から宮根誠司とはずっと絡んでました。でずっと、同じ関西出身で敵対はしてましたけど、ちょっとジャガーさんの興行の時に宮根誠司からちょっと組まないかという話があったんで、一旦は組んでジャガーをやっつけようとしたんですけど、結局ジャガーさんに取り込まれてしまって、クライシスというものが出来上がったんですよね。その時から宮野誠司がこのプロレス界というか自分的には噛んできた感じがするんですけど、まさかこんなデビューするとは思ってはなかったというか、危ないやろと思ってましたけど、彼の出てる番組ミヤネ屋さんですかね、でいろんな企画でエグザイルのねダンスやってみたり、体絞ってみたりとか東京マラソン出てみたりとかいろんなことをね彼はこなしてきてるんで、ただのこのアナウンサーじゃないことはよく分かってたんですけど、今回こんなご縁でプロレスラーということで、しかも
こっちサイドというか敵サイドじゃなくて味方サイドでやるということで、うん、十分、うん、自分なりに宮根誠司のプロレスデビューをしかと見てみようと思っております。ジャロさん、最近の長与選手の活動とかこう情報が入っておりますか？もしその辺ご存知でしたら、最近の長与選手のこう印象みたいなのありましたら。まあ今現在タルトよく当たってる、当たる電流爆発か、まあそれを主体にやっているということは分かってたんですが、とにかくここに来て、長与選手、今の長与選手に興味を持ったので、まあオファーしてみたんですけれども、OK が出ると思いませんでした。だいぶ待ちました。彼女なりにやっぱり、考えることがあったんでしょうけれど、この今回のオファーの OK は本当に私もびっくりしました。なので彼女が何を考えこう挑んでくるのかが今のところつかめていませんが、同じようなキャリアをもう持ってますので、その戦いは私個人も楽しみにしてますし、まあ引退復帰をお互い繰り返した人間として、やっぱ難しい、プロレスの難しさを改めて感じているところだと思うんですが、そのまあキャリアのある二人がぶつかってどういう戦いができるのか、私自身もこう開いてみなければわからないので、ただやっぱり勝負の世界ですから勝っていかなければいけないというふうに思っております。長与とはもうずっと電流爆破で大仁田長与でずっとやってきてます。その経緯もあってね、まあ前回ちょっと僕は考えて、ジャガーさんにも電流爆破の怖さを知ってもらおうと思って一回、お願いしたことがあるんですけど、まあその意図をたどればここかなっていう、最終章ここかなっていうのは自分の中で考えてやってきてました。今現在その爆女、爆破女子女王、この選手権が多分もうちょっとしたら動き出すと思います。それに向けてもう今から準備というか、ジャガーさんにも俺個人としては出てもらいたい、名乗っていただきたいという、この死闘にジャガー横田を名乗らせたいというのもあり、このオファーをしたんですけど、まさか長与は電流爆破以外で普通の試合なんていうのはしないと思ってたんですけど、そこはやっぱり先輩を立てるんですかね、女子の世界も。ジャガーの言うことは絶対という、今女子プロ界で一番のキャリアを持っているジャガー横田の願いを二つ返事もらったんで、この大会は多分見ものだとは私は思います。山田さん、今ちょっとタルさんから話ありましたけど、名古屋で一度経験されたと思うんですけど、電流爆破、今度爆女王というベルトができるんですけど、そのタイトル戦線にこう絡んでいきたいというお気持ちって今ありますか？今このキャリア40年を積んでも経験してないことがたくさんあって、まあアタルと出会ったおかげで、タルと出会ってしまったせいで怖い思いを50過ぎてするとは思わなかったですけど、まあその20年30年前はどうしてもその電流爆破とかそういったものには絶対興味がなくてですね、その試合の良さも分からなかった状態だったんですけれども、まあ電流爆破バット、この間初めて経験させてもらって、この電流爆破にも奥がの深さをちょっと垣間見た感じがしたので、あ、これはやればやるほどもしかしたら深いなっていうのは感じたので、
興味を持つところですね。まあ運よく、運悪くタルとチームを組んでますので、それに導かれて、まあ良い経験ができればいいなというふうに思っております。宮根さんは一応デビューところですけど、もう限定でこの試合だけなんでしょうか、また今後も可能性としてはあるんでしょうか。あのね、こればっかりはこの俺の口じゃなくて本人の気持ちじゃないけど、多分よ、今までやってきてプロレスデビューしてきた人間がそれだけっていうことはないですわね。一回このリングの上に足を踏み入れると魔物がいるんで、そのうちデビューしてから電流爆破も経験させてやろうかなという私の温かい親心でね。俺の気持ちはまあそういう気持ちがあります。あとジャガーさん聞いてもらいます。いや、宮根誠司は何でもチャレンジするでしょう、間違いなく。ファンだけでは終わらせませんよ、私たちは。もう出会っちゃいましたからね、はい、これ始まりにしか過ぎないと思ってますけどね。まあ電流爆破するときは、あの宮根さんもそうですけど、ジャガーさんの旦那さん、木下先生も一緒に。あのうちの旦那 はあのやっぱり働いてもらわなきゃならないので、やめといてください。ジャガーさんとタルさん、宮根さんの練習とかご一緒にされたこととかあるんですか。いや、もうずっと今やってますよ、あの練習。本当に、僕からの意見から言いますと、かなり本気です。本気が伝わってきました。だからあのこっちもやっぱり本気で接しないといけないんで、すごい練習も詰めてやってます、忙しい中を。いや、本当にあの真面目に捉えてるという部分をあの記者の皆さんに分かっていただきたいんですが、おふざけでも何でもなく本当に基礎から練習してますので、あとやはり技、これ一発だけでもっていう練習をしてますので、それが出すチャンスをやっぱり私たちが作っていかなければいけないなと思ってますけれど、はい。ということで7月23日の日曜日、東京品川プリンスホテル内のクラブ EX という場所で、お昼の1時から、クライシス第3弾興行を行いたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。宮根誠司のデビュー戦でもありますから、お願いします。